ライタ選手、今日は本当に嬉しそうですね。やっぱり特別な勝ちじゃないですか、スゴーは。はい、皆さん応援ありがとうございました。そうですね、ここやっぱ本当地元なので特別な勝ちになったと思います。3連勝が一旦途切れて、もう一度自分の方へ流れを引き戻しました。このままいけそうですかね。IH の能塚選手も言った通り、ゴールデンウィーク一緒に走り込みをして、結構30分って短いんだなっていうぐらい走り込みができて、それも本当チーム HRC のスタッフのおかげで、プラスメカニックはね、ずっと帯同してくれて一生懸命やってくれたおかげで、勝利がこうやって手に入ったと思います。多くの協力があってものにしたという今日の優勝。さあ、そしてもう一つ。そうですね、最終戦もね、ここでレースがあるんですけど、それまでにまたまだランキングトップでいきたいと思います。若干まだ38歳ですけど、まだまだやれるっていうのは、日本人は体力的に弱いとか言われてますけど、全然強いと思います。これもね、本当にチームのスタッフ一丸となって僕のバイクを作り上げてくれたのと、スポンサーの、HRC はじめ、のホンダ、ショーエー、フォックス、ダートフリーク、モチュール、昭和、ブリヂストン、ダイド、レンサル、NGK、リーパワー、豊か、新電源、ですね、宮城、鹿島ゴールド、クリンギュー、田中歯科診察室、風間陰謀、ガレージリンク、あと今日練習の後にも駆けつけてくれた楽天の、細川キャッチャー、本当に皆さんありがとうございました。次の広島も得意じゃないですけど、ピンピン取ります。ありがとうございました。最終戦のスローまたトップで戻って